さん、いよいよ今週から始まる生中継チェックライブのコーナーです。タッチーさん。さあ、聞こえますでしょうか、こちらの活気。おはようございます。おはようございます。こちらですね、東京中の果物や野菜を届けている大田市場に来ています。はい、広いですね。もう美味しそうな野菜が所狭しと並んでおります。すごいですね。あ、ちょ、見てください、こちら。大きい声ですいません。マンゴーでございます。大きい、でかいですよ、こちらね。もう驚きですよ。もうドナルドダックも驚きです。ドナルド、ね、好きだったかな。そんなの挟みながら、あのですね、はい、なんと、こちら今競りが終わったところでございまして、皆さんがこう積み込み作業を、ね、しているところでございます。ここ商品を積み込んでいます。本当だ。はい、ここ大田区にある大田市場は平成元年に神田と荏原にあった青果市場、そして大森にあった水産市場を統合してできた比較的近代的な市場なんです。平成2年には城南地区にあった柿市場、つまりお花の市場も統合されていまして、青果と柿を扱う市場としては日本最大の規模となります。先ほどまで競りが行われていたんですが、まさに真剣勝負といった迫力でした。今はターレットと呼ばれる小回りの利くトラックが東京の隅々まで野菜や果物を届けるために市場内を走り回っています。さあ、ということで、日本最大の青果卸売企業、東京青果株式会社の加藤浩一さんにお話を聞いてみたいと思います。おはようございます。今日はありがとうございます。おはよう、加藤さん。朝なのにもうね、スマイルがもうね、はい、元気で、ありがとうございます。はい、もうキュンとしてます加藤さんに、ね、はい、こちらにこうお野菜並んでるんですけども、こちら全部旬なものでよろしいんですか。まあ、一番美味しいものですね。今7月が高原レタス、はい、トウモロコシ、はいはい、枝豆、なるほど、トマトですね。はいはいはい、素晴らしいですね。何かちょっとなんかじゃあ食べちゃってよろしいでしょうか。お、早速食べるんですね。いいんですか、はい、こちらのトマト肌ツヤしっかりね、トマト界の八田さんです。はい、なんかいただきます。でも鳩さん食べられちゃいますよ。そうですよね。甘い、うま、うま、うまも出てきたということでございましてね。はい、これ何ですかね、歯ごたえがしっかりしますね。はい、どちらかというとフルーツトマトの仕立てになってますね。はい、非常に甘いのが特徴です。なるほど、新鮮ということでよろしいんでしょうか。はい、なるほど。じゃあこの新鮮なお野菜とそうでないものを比べるコツなんか教えていただければ。知りたいそれ。はい、緑色が濃いことですね。非常に張りがあってですね、はい、こう見た目でですね、鮮度がいいっていうのは大体わかりますですね。鮮度がいい、はい、はい、そしてトウモロコシはですね、先までぎっしり実の詰まったものがバッチリですね。はい、充実しているということですね。はい、そして枝豆は産毛がはっきり見えるぐらい。産毛見てください。もう僕の髪の毛とさほど変わらないんですけどね。はい、これザラザラです。はい、そしてこのザラザラからのツルツルみたいな、はい、素晴らしいですね。トマトはですね、この星が見えるぐらいのですね、筋がこう花鳥部というところからスッと星が出ているようなものがですね、はい、甘いんですね。わかりました。ハッタさん、はいはい、どうですかね、いかがですか。うん、すごく美味しそうですね。特にトウモロコシなんか、はい、いかがでしょうか。こちらね、もうね、はいはい、取り立てをぜひ、わかりました。もうね、すべてお土産に持って帰りますので、はい、ぜひよろしくお願いします。はい。ちなみにここ大田市場は見学コースも充実していまして、24時間見学が可能なんです。おすすめは何と言っても競り。ちょうどチェックタイムが始まる前の時間帯に行われていますので、競りを見てチェックタイムを見るというのはいかがですか。ぜひ一度足を運んでみてください。はい、さあ、ということでですね、加藤さん、はい、テレビを見ている皆さんに一言お願いします。はい、そうですね、これからビールの季節ですけれども、はい、ぜひお父さん方にはこの、枝豆を、枝豆、はい、
ぱいやっていただきたいと思います。いっぱいで、はい。そしてこれから夏休みを迎えるお子様方にですね、はいはい、おやつとしてトウモロコシを毎日召し上がっていただきたいですね、はいはい、そして美容と健康を気にされる、はい、あの女性の皆さ ん, 女性の皆さんこの高原レタスをですね、はい、バリバリもうハッタさんもバリバリ食べてください。はい、必要ないと思いますよ。はい、ぜひ持って帰ってください。はい、さあということでね、じゃあ皆さんも足を運んでください。はい、以上チェックライブのコーナーでした。また来週。はい、ありがとうございました。枝豆元気でしたね。でしたね、本当に。本当にこう張りがね、うん、よかった。どうですか、辰野さん。美味しそうだね、枝豆は。辰野さん、お野菜は、うん、あの出されれば食べます。別に喜んでわーいっていうほどではないです。お料理はされるんですか。ちょっとするんですよ、時々ね。この前、カレーとズッキーニとね、はい、ナスのカレーを。まさに夏野菜のカレー。あんまり評判は良くなかったな。え、本当ですか。美味しそうなのに。村上さんもお料理お好きですね。私もよく好きでするんですけど、同じナスを使ってこう、うんうんうん、鷹の爪を、ね、こうちょっと入れた煮浸しなんかを作って美味しくいただきました。自分で自分で。いいですね。新鮮な夏野菜食べたくなりましたね。はい、タチーさん、また来週もよろしくお願いします。以上、今週のチェックライブでした。